この番組は地元和歌山に住む夫婦が紀伊半島の滝を訪ね歩く旅動画であります。紀伊半島には3000近い滝があるといいます。この Google マップを使えば簡単に見つけることができます。行き方がわからない方は経路を検索すればほぼ間違えることはありません。あらあら水。そうそう。
よいしょ。なるほど。よいしょ。よし。秋壺の家です。大きな岩が。ご神体なのでありましょうか、うん、アドイトに行くよ、うんうんうん、ちょっと上先見てくる、はい、よいしょよいしょ、はい、なるほど、よいしょよいしょ、よいしょ、なるほど、不動産、では滝の方に向かってみたいと思います。虹が出ているという熊のおばさんから報告がありましたので、滝壺の方に行ってみたいと思います。滝壺の方に、どれどれ、出てないやん、よいしょ、よいしょ、なるほど、これが乗馬であります。これはよいしょ、おお、あまり期待していませんでしたけども、おお、立派な滝で乗馬に、つながっているようであります。よいしょ、それでは撮影開始です。おお、これ両方から押せるようになってんだよな。どこに入れてんの？どこに入れてんの？
よいしょ。さあ、うわ、煙いっぱいやん。これ丸に回ってるやん。あー、どっち？どっち？足足、あー！煙虫に驚くのずです。あれや、びっくりしたよ。何ちゃうな、どんか。ほやろ。煙虫ぐらいやな。いや、とってんの、怒ってきたやろ。これ、あれや。水のあれやな、山の水を踏み抜く水があるのです。